ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がフェラーリ FF、 こちらをご紹介させていただきます。やってきましたフェラーリの4駆、はい、名前もフェラーリ4でしたっけの略で FF、 そうです。はい、ちょっとそんな車を今回ご紹介させていただきます。そしたら早速外観からちょっと見ていきたいんですけど、前回りからじゃあ、前回りちょっとあれですかね、この世代のなんかカリフォルニアとかとちょっと似た感じの雰囲気が、ダクトというか雰囲気とかライトの雰囲気とかちょっと共通性がありそうな、そうですね。ライトのこのフロント周りの衣装ですね。でライトなんかはこれプロジェクターが1つで、上が LED がこうザラザラっと並んだちょっと特徴的なデザインで、そしてボディラインがちょっとこう独特ですよね。なんかこうフェンダーの起伏が激しいというか、そしてなんかこうちょっとスーパーカーチックなところもありつつ、ボディはこうシューティングブレーク、そうですね。なんでちょっとこのフェンダーのラインとかなんかちょっと特徴的なそんな車で、ですごい幅ありますね。ありますあります。なんかものすごくデザイン的にもすごく幅があるように見えるし、そうですね。実際にもかなり幅が大きいです。そして横に回っていくと、今回の車はちょっとカスタムしてあるってことですね。はい、そうですね。BC フォージド、こちらを新品で入れてあります。なるほど。サイズが20インチ、21ですね。あ、21インチですね。なるほど。でしっかりカーボンのブレーキも入ってて、この赤いキャリパーもなんかオプションのやつなんですか。そうですね。なるほど。オプションというよりもカラーオプションに選べるって感じですね。なるほど。しっかり足元も決まってると。そして今回ローダウンもなんかしてあるということで、そうです。かなり絶妙な車高に、いい感じだと思います。ノビテックのダウンサスが入ってます。なるほど。もともと車庫調でしたっけ。そうです。純正車庫調ですね。でバネを交換してローダウンしてある。そうです。なのでまあご希望次第でもうちょっと上げたりとかっていうのもできる感じで問題ないですね。こんな足元になってます。足元高級感がすごいですね。だいぶノーマルから比べると、フェラーリってちょっとこうどっちかというと少しタイヤの厚みがあってちょっとボテッとした足元の車多いじゃないですか。多いですね。これインチアップするとなんかすごく精悍な足元になってますね。よりスポーティーな感じです。そしてさすが V12 で、当時なんか最大排気量最大出力なんですよね。そうです。 6200cc ぐらいの、そうです。600超えですからね。660馬力です。そうです、そうです。それがなんかしっかり収まってるフロント周りになってます。フロント周り、はい。そして横はやっぱりフェラーリ変わらないですね。この辺変わらないですよね。サイドウインカーがね、ずっとこれですよね。ずっとこれです。はい。そしてこの辺もオプションなんでしたっけ。確かオプションですね。この尻尾のやつ。はい。そして横には大きなダクトがありつつ、これをプレスラインに合わせてる。そうですね。なるほど。そして横にずっと回っていくと、なんか意外にミラーなんかは普通と言っちゃあれですけど、もっとこうシュッとしてるデザインかと思いきや。そうですか。意外とシュッとしてないですか。してます。ちょっとミラー開いてみましょうか。あー、なるほど。違う。開くと結構、あ、そうです。シュッとしてます。ここのラインがかなり長いんで。あ、そうなんですね。はい。なるほど。けど普通の458とかその辺から比べると、そうですね。ちょっと違いますね。ちょっとこう、やっぱりシューティングブレーキ的なところも、はい。共通性というかデザインもトータルでちゃんと考えられて、そうですね。はい。なってるんですかね。そしてこのドアノブなんかも、はい。なんかみんな一緒というか、違うのしたりしないんですね。そう。これをなんかずっと使ってますよね。ですよね。このちっちゃい横引きの。そうです。こんなのになってる。そしてリアは22ですか。リアが22です。22。はい。なるほど。迫力がすごいです。ですね。ただこれ後ろをすごく大きくしてもブレーキもそれなりに大きいんで、全然スカスカ感ないです。ないですないです。普通大体22とか入れちゃうとちょっとブレーキが寂しい感じに、特にリアなんかローターちっちゃいんでなりがちですけど、もう全然そんな感じがしないっていう、こんなリア周りになってます。そして後ろはやっぱりちょっと特徴的な感じですね。このなんていうんですか、そうですね、シューティングブレーキ的な。ワゴンって言わないですね。はい、ワゴンって言わないですね。言わないですね。シューティングブレークってなんかその狩猟なんか目的かな。そうですそうですよね。メルセデスなんかも一部車種こうワゴンじゃなくてシューティングブレークになってたりするんですけど、ちょっとそのスタイリングになってます。そしてテールランプはちょっと大きい。一応この丸い大きなタイプがシングルテールですね。はい、横にダクトなんかもついてて、あ、この辺もなんかもダクトついてるんですよね。ついてます。なるほど。そしてマフラーはこれ純正？純正ですね。あ、純正でちょっとこんな複雑な形状のおしゃれなマフラーになってるんですね。はい、なるほど。そしてディフューザーはかなり大きめタイプでです。これバックフォグなんですかね。そうですね。ちょっと覗かないとわかんないおしゃれな感じの丸いバックフォグが2度ついてます。こんな感じでしょうか。はい、やっぱりなんかシューティングブレークだけあってなんか全然違いますね、車の作りが。あ、そうですね。なんかこうすごくこうダクトとかこうなんかこうもちろんウイングとかもないし、なんかちょっとフェラーリの中でも少し異色というか。そうですね。はい、確かに。なんかでもその使い勝手を優先しているっていうよりも、そう機能面もそうですけど、今までにないこうフェラーリのなんていうんですか、開発なんですかね。確かにちょっといまだかつてない。はい。当時ちょっとこう、おおっていうざわざわがあったぐらい。今まで4シーターってまあ何車種もいくつもありましたけど、フェラーリの中で実用性を考えた4シーターって本当最近にしてみたら久しぶりに見た感じですよね。なるほど。ちょっとじゃあ早速内装をやってみたいと思います。はい、もう僕的にはちょっとフェラーリってこう内装も結構見どころというか、そうですね、ポイントかなっていう。はい、これ内装めちゃめちゃおしゃれですね。いや、かっこいいですよね。豪華です。なんといっても目を引くのはこのシート。シート。はい。これオプション。オプションです。はい。なんかちょっとクラシカルな。そうですね。はい。印象の。他にないですよね、こんなシート。ないですね。はい。で、あとオプションでそのベンチレーション。あ、ベンチレーション。そうなんですよ。ベンチレーション付きなんで。はい。シートヒーターもついてるんですか？ついてます。シートヒーターとベンチレーションと両方ついてます。スーパーカーなのにちょっとその快適性も、そうですね、しっかりあると。はい、メーカーとしてはスーパーカーというよりもどっちかというと GT カーの方に振ってるんでしょうね。なるほど、なるほど、と思います。そしてじゃあドアからいきましょうか。はい、ドアもすごいです。これ何色っていうんですか？ちょっとこのブラウンというかライトブラウン、クオイオですね。クオイオ、クオイオレザー、もう全部レザーです。上も横も、はい。そしてステッチも同色系のステッチで、アームレストのとこ入ってて。そしてフェラーリといえば、ちょっとこのサテンな、ちょっとマットまでいかない。ちょっとマットまではいかないですね。サテンぐらいのこのシルバーのパネルがついてて、グリップなんかもちょっとおしゃれですね。そうですね。そして真ん中はこれちょっと、なんていうんですか、黒までいかないですかね。ちょっとチャコールというか、黒ですかね。グラファイトよりは黒っぽいような気はしますけどね。はい。そんなツートンのレザーで、ドア周りもちょっと高級感がすごいです。そして僕下見でびっくりしたんですけど、ここってなんかこうプレートとかじゃないんですね。ただのこのレザーでこう仕切ってるだけなんですね。そうですそうです。これね、なんか骨組みがないというか、ただ貼ってあるだけ、貼ってっていう針を持たせてるだけですね。なるほど。はい。これが結構その車によってはこうビローンってなっちゃってたりとかっていう、それはあるでしょうね。はい。ただ今回の車はちょっとこの辺もパリッとして、まだパリッとしてます。コンディションも良好な感じでございます。結構いい方だと思いますね。はい。ちょっとじゃあ早速乗ってみてもいいでしょうか。はい。どうぞ。ちょっとじゃあ乗ってみたいと思います。はい。乗ってみる前に、なんか座面のクッション結構柔らかいんですよね、これ。柔らかいですね。で背もたれがちょっとこう固めというか、ちょっと。座った感じのフィット感はすごいと思います。なるほど。はい、ちょっとじゃあ乗ってみたいと思います。よいしょ。あ、意外や意外、シートこの座面柔らかいんですけど、表面だけですね。そう。中すごくしっかりして。しっかりしてますよね。スポーツシートですね。普通に。でさ、サイドのこの、はい、太ももの横っていうんですかね。はい。は結構かっちりしてます。そうですね。はい。ただ結構幅あるんでタイトさ全然ないですね。横も割と幅があるんで全然タイトさはないです。そしてこの凸凹を結構感じるかなと思ったら座面は全然感じないですね。背中少し感じるぐらいで快適です。そしてハンドルはこんな感じです。もうフェラーリといえばもうこのなんていうんですか、ハンドルに全て集約されている。そうですね。もうレバーとか一切ない感じのこんなハンドルになってます。で下見で鳴らして怒られましたけど、クラクションがなんとここっていう、もう一回だけ欲しいですか？いいですよ。はい、ここじゃないんですね。そこじゃないですね。そしてウインカー、でモード切り替え、はい、ワイパーだったり、エンジンスタートもやっぱり定番のステアリングについてると。そしてメーターは、この黄色いのがオプションですか？そうですね。レブカウンターだけ真ん中にドーンと。はい。そして両サイドが液晶。こんなメーターになってます。はい。そしてやっぱりこの下から触れる針が下から触れるのがちょっとこうレーシーでいいですよね。いいですね。そしてダッシュボードなんかも全部レザーです。はい。もう車の中の匂いがいいです。いいですね。はい。本当になんかちょっとこう。嘘くさいというか、ちょっとこう特徴的な車の中の匂いの車あるじゃないですか、はい、そういう感じじゃなく、なんか自然なレザーの匂いが、してます。そうですね。そしてダッシュボードのこの下側なんかもドア同様、この明るめのブラウンのレザーで、エアコンの吹き出しなんかもちょっとこうアグレッシブな感じの、そうですね、3連ので、これしっかりこれフェラーリのマーク、そうマークちゃんと入ってるんですよ。入ってるんですね。はい、よく見るとそれぞれ入ってると。そしてこれを回して風が出る出ないをやるんですよね。はい。そしてセンターコンソールに行くと、ちょっとこの辺もレーシーで、しかもおしゃれで、しかも全部レザーっすよ。すごいですよね。すごいです。横も、そしてステッチも、もうなんかバックっすね。本当ですね。高級バッグです。そしてアームレストの中はちょっと容量少なめで、特に USB とかそういったものはない感じです。はい、はい。でドリンクホルダーがちっちゃいの2つか、もしくは大きいの2つ。そうです。はい。はい、これなんですか？これなんですかね、これ。何刺すんだろう。これなんか刺してくださいって感じですよね。そうですね。ちょっとこれ知ってる方いたら教えていただきたい。そうですね。何ですかこれ。そんな穴もついてます。はい。そしてパワーウィンドウのスイッチがここについてて、はい。はい。でこれ思ったんですけど、アルカンターラじゃないっぽいですよね。バックスキンかスエードか、ちょっと人工のそのレザーじゃない感じがしますね。しますよね。ちょっと毛足もこれ不揃いですもん。確かにそうかもしれない。ちょっとそんな別の素材がここに使われてると。そしてローンチとバックとオートだけここに。そうです。バックの時だけ押す感じですよね。そうですね。そしてここがちょっとやっぱり皆さんこう押すんで、ちょっとこう使用感というか、ちょっとだけこう色が。ただこれ直せるんですよね。直せます。はい。そしてフェラーリといえばやっぱりちょっとこう内装ご存知の方も多いと思うんですけど、ちょっとベタベタしてきちゃうと。で今回の車はほぼないっていう感じですかね。いやほんと少ないと思います。全然まだ大丈夫ですよね。まだ全然大丈夫ですね。若干触った時に絡みたいな、本当にわずかに、でこの辺も全部直せるんで、もし気になる方がいらっしゃれば、まあ、そんなこともできますよ。そしてナビ周りはちょっとちっちゃめ、今となっては、ちょっとね、当時は多分全然十分だったと思うんですけど、今もう極端にこう大きくなって、いろんなこうメディアが再生できるようになってって、そうなんですよ。ね、なりましたから、このまま残して新たにこうモニターを前に出したもので、こう例えば、カープレイとか、っていうものもなんかカリフォルニアにつけてる方もいらっしゃったりとか。なるほど。まあまあカリフォルニアとこの辺は一緒なんで、そういうこともできますし、ごっそりここ入れ替えちゃってもいいですし。なるほど。まあ、どちらでも、まあ、本当にちょっと今となっては必要最低限という感じになっちゃってますんで。そうですね。必要であれば言っていただければ、この辺のカスタマイズもできますよと。で一応ついてるものとしては、メディア関係、ハードディスクが、そうです、ハードと CD、AUX もこの挿すタイプの。そうですね。そしてナビはちょっとこう本当に最低限という感じの、そんな感じです。正直今更見るとがっかりポイントですよね。そうですね。ただまあその辺はもう本当にモンドの腕の見せ所です。お任せいただければ何なりといろんなことができます。はい、そうですね。そして電源を立ち上げたついでにメーターに行くと、メーターは結構こう視認性いいですね。いいですね。さすがやっぱり走りの車だけあって。そうなんですよ。そしてこの辺も表示がいろいろ変えられるんですか？はい、変えられます。どの辺で変えるんでしょうか？こちらですね。ここで変えるんですね。はい。じゃこれで。なるほど。そこでこれで、なるほど、明るさの調整ができたりとかでしますね。ディマーとか。そうです。そこで表示するものとか。ディマーばっかり出ちゃってごめんなさい。まあいろいろ変えられる。そうです。はい。なるほど。はい。で今トリップ。はい、この個体でいうと15,900キロぐらいの車です。でこの今出てるものっていうのは、モード、そうです、このステアリングのモードに連動してるんですかね。そうです。あ、そうですね。はい。なるほど。で ESC オフからスポーツ、コンフォート、そしてウェットとスノーもついてます。スノーもついてます。はい。さすが四駆。さすが四駆ですね。他ついてるのないですよね。確かなかったと。少なくともスノーはないですよね。と思います。すごい。もう雪でもオールシーズンガンガン走れちゃうじゃないですか。そうですそうです。はい。そんなのもついてると。そしてライトのスイッチがこっち側に。はい。使い方はまあ割と普通の車と一緒な感じで。はい。でリフターが今回の車ついてます。なんとついてるってことで。そうなんですよ。まあローダウンも本当にそんな極端にはしてないですけど、はい。やっぱりこの手の車ついてると便利ですよね。そうですね。なるほど。そしてこれ。サイドブレーキのこの下って開けられるんですか？それ開けられないと思います。開けられないですね。なるほど。ちょっと開きそうなデザインなんで開いちゃうかと思いきや開かないっていう。はい。そしてペダル類はやっぱりおしゃれです。いいですよね。アルミでいいですね。うん。こんな運転席になってます。はい。はい。あれこれなんですか？お、それはカメラのモード切り替えですね。あ、バックかなんかになってる。あ、そうですそうです。バックになってるとカメラモードが切り替わります。なるほど。そしてこの辺がグローブボックスが、はい、こちらのオープンですね。あ、ここに ETC が入ってます。まずの容量っていう。そうですね。いやでもちょっと狭いかな。なるほど。うんと思います。はい。そして天井関係はピラーもやっぱり全部レザーなんです。そうレザーなんですよ。高級感が。とルーフも。ルーフしかもこれステッチも入ってるじゃないですか。ステッチ入ってますね。めちゃめちゃ高級感があります。かっこいいです。はい。あ、そしてバイザーもはいレーザーでしっかりレーザーで、はい、なるほど。やっぱりちょっとフェラーリ高級感もすごいですよね。色気がすごいです、車の。すごいですね。そして後ろの席はちょっと後ろ乗ってみましょうか。乗ってみましょう。はいはい。ちょっとじゃあ続いてリアも乗ってみたいと思います。後ろの席はこれレバー上げる感じで。そうです、レバー上げてください。倒すと前に行くと。前に行きます。やっぱりこの辺のしっかり高級車装備もそうなんですよ、ついてるという。はい。そしてちょっと乗ってみたいと思います。あ、もうシートがこう倒れて前行ってくれるおかげもあって、はい、乗り込むのは全然楽ちんですよね。はい。そして後ろをちょっと倒しちゃいましょうか。はい。正直、狭いです。はい。広くはないですね。はい。はい、まあちょっと僕見え張ってちょっとシート後ろ目にしちゃったんで、あ、たまに見え張っちゃいますからね。はい。もうぴったりです。ただ多分僕の普通の運転するポジションにすれば、まあ多少スペースはあるかなっていう。結構これ今助手席は前にしちゃってるんですけど、はい、これだとどうかな。で普通に状態だと、これ今下げた状態なんですけど、はい、これだとこんな感じです、僕は。なるほど。ただバックレスの背中の窮屈感とかは想像以上にないですよね。ないです。座れちゃう。確かに。お尻がちょっとこう沈み込む感じですね。そう。意外となんか普通のスポーツカーだとそれがこういう感じですよね。なんかこれだったら意外に頑張れば1時間はいけますかね。スポッていうはまる感じです。そうですね。ただ天井はやっぱり低いですね。低いですね。僕175ですけど普通に上にくっついちゃいます。はい。そしてこの辺に。ちょっとこのなんですか、取っ手というかがあるので、はい。でしかもこれマグネット入ってるんですね。ピタってこうね、ブラブラしないっていう。はい。こんなのもついてると。私も今初めて知りました。マグネットまで入ってるんだと思って、ただこうスプリングで戻るだけだと思ってたんですよ。はい。マグネットですね。まあ普通に売ってたら後ろの席乗らないですから。そうですね。はい。こんなのもついてると。はい。そして後ろもしっかり全部レザーで。すごいですね。高級感すごいです。うん。あ、これ今気づいたんですけど、これシートベルトどうぞって出してくれるやつもついてるんじゃないですか。そうです。今更気がついたんですか。今更気がつきました。ダメですね。さすがに。そして後ろの装備としては、エアコンの吹き出しとちっちゃめのドリンクホルダーですね。ペットボトルが入んないドリンクホルダーと、ちょっとしたこの浅、めちゃめちゃ浅いです。はい。ちょっと深さが全然ない。そうですね。でもしっかりシガーなんかついてて、そんな後ろの席です。まあちょっと大人の方はきついですけど、そうですね。お子さんとかであれば、あ、もうお子さんであれば全然普通に乗れちゃうと思います。全然多分、はい。デブでこのちょっと座高が高い僕が乗るんでちょっと窮屈ですけど。なんか僕の背から考えると多分150センチ台の方だったら全然普通に座れちゃうような気がします。ですよね。はい。意外に想像ですけど。はい。そんなリア周りです。はい。いやこれシートの高級感すごいっすねこれ。すごいっすね。後ろもだって全部レザーじゃないですか。そう。なんかちゃんとなんていうんですか、リアシートちゃんとしてるんで、やっぱりこう後席のことも考えられてるっていうか。すごいですよね。プラスチックむき出しとかじゃないですもんね。全然違いますね。後ろの座席もすごいし、後ろから見た前の座席もすごいです。あとリアシートに座ってて前面見てた時に普通にこういい感じの車乗ってる気がしますよね。確かに。スポーツカーでタイトなところに閉じ込められてる感じはないです。確かに。室内空間は割とゆったりですよね。この辺広いですもんね。そうなんですよ。確かに。そういう窮屈さはちょっと。あまり感じないですね。意外と考えられてると思いますね。そして後ろ視点が高いんで割と前の視認性もいいと思いますね。これがね、いいですよね。確かに。そんなリア周りです。はい。そしてトランクもすごいですねこれ。全部だってレザーってあるじゃないですか。裏側もずっとこれバックスキンかな、あるかなんですか。でもこれちょっとなんか違わないですか。なんだろう、スウェードですか。スウェードっぽい。ちょっとしっとりしてますね。すごくいい質感です。そしてトランクもこの辺も全部貼ってあるんですね。そうなんですよ。この辺も全てこれは確実にアルカンじゃないですよね。はい、これは違うと思います。アルカンには見えないですね。ですよね。ちょっとまだらな感じもそうだし、でステッチも入ってて、そしてこれって何なんですか。これっていや単純にクッションじゃないですかね。荷物入れる。なるほど。でカーゴネットを使えばここで止められるっていう、なるほど、ものだと思います。そしてこの辺も全部あってあるんですね。そうです。すごいです、高級感が。そしてこの下にはちょっとだけスペースというかあって、車載工具がそうですね。はい、なるほど。車検証入れて、あとこれボディカバーですね。純正のやつがついて、そうです。あとこれがバッテリーのコンディショナー。ああ、なるほど。充電器です。これはこっちでから刺す感じになります。なるほど。はい、そんなのついてる。でこれ倒すと結構な容量になる。結構な容量になりますよこれ。800リッターぐらい。そうですそうです。はい。ああ、なるほどなるほど。これ全然ゴルフいけちゃいますね。全然いけますよ。はい。元倒さなくても2バック入っちゃうんじゃないかっていう感じですよ。ああ、なるほど。まあ実際にこの車で3バックで3人でゴルフ場行くってことはあまりないと思うんで、2バック入れば十分かなと思います。なるほど。はい。意外にというかかなり詰める。使えますね。使い勝手いいです。はい。実用性がかなりあるフェラーリのそんな感じがします。はい。じゃあ続いてボンネットも見てみたいと思います。はい。でしょ。うわあ、すごい。うん。はい。もう。でかい、どうだっていう感じですね。もう主張が半端じゃないです。そしてやっぱりこのインテークというかこの結晶塗装、美しいでございます。そうですね。でちょっと特殊なんですよね。特殊ですね FF は。フロントにトランスファーがついてるんですか。はい。でエンジンをこう突っ切るようにこうプロペラシャフトがついてて、後ろにトランスミッションがついてる。で4駆ってことでちょっとこのフェラーリ初でしたっけ。そうです。はい。ちょっとシステムが入ってるという。ただもうボンネットのこのエンジンルームのこの美しさはやっぱり全部モデル共通ですね。そうですね。もうすごいエンジンルームになってます。そして足回りはやっぱりこのちょっと特徴的なこう横からボルト止めるタイプの。だもうなんか普通の車じゃないですよね。まあ当たり前なんですけど、このレイアウトもそうだし、この足回りの構造も。そして660馬力っていう。すごいですよね。4駆で660馬力だからもうガンガン増えますよね。もうどこでも全開できますよね。さっきもちょっとお話ししましたけど、FF のプロモーションビデオ的なもので雪道ガンガン攻めてる車がの映像があったような気がしました。はい。テスト走行だったかな、プロモーションビデオだったかな、ちょっと記憶ないんですけど、雪道を走ってる FF って見た記憶があります。なるほど。まあちょっと今回の車はちょっと扁平のタイヤなんか入っちゃってますんで、そうですね。まあスタッドレスなんかに変えていただく必要があると方は思うんですけど、まあそうですね。おそらくもう1年通して多分全然乗れちゃう感じの。まあ基本でもそうは言っても日本で乗る方で雪道前提でフェラリ買う人はいないんで。まあそうですね。はい。まあやろうと思えば。やろうと思えば。そんなこともできちゃう。そうですね。はい。こんな感じでしょうか。なんかね、はい、しっかりとやっぱりこう補強されてるというか、作り込みがね、毎回言うように、まあ、スーパーカー、まあ、F1 を作ってる、ね、コンストラクターっていうかメーカーでもあるので、こうしっかりとこう、なるほど、はい、もうなんかこうフレームでこう骨組みを作って、うん、そうですそうです。そうなんですよ。普通の車ってこうメインのフレームがこう2本通しちゃって、はい、そこにボンって乗せておしまいですけど、そうですね。そうじゃないですね。そうじゃないです。囲って、はい、そこにエンジンちゃんとエンジンを乗せてる、セットしてるっていう。いいか悪いか僕は分からないですけど、最近の車は結構こうつなぎでコアサポが入ってたり、サブフレームが入ってたりするじゃないですか。はいはい、で結局エンジン自体、エンジンのブロックもフレームとして考えてますってメーカーはよく言ったりするんですけど、やっぱりこういう古典的なものってやっぱりこう走るとフェラーリなんかはやっぱり強さが、足回りの良さとかフレームの強さっていうのは多分感じると思います。現代的な車であってもやっぱりいいところは残しながらこう継承しているという作り込みの良さですね。うん、最近の車みたいにこうターバーとかそういう感じじゃないですもんね。そうです。はい。もう構造というかもうその設計の状態で、そう部分でね、そうもう作り上げてますよね。そうです。じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。スモールですかね。この外側だけ LED が光ります。そしてロービームはプロジェクターが、そしてハイビームはそれがそのまま上に持ち上がる感じですね。そしてウインカーはこの内側ですね。あとサイドの小さなウインカーが光ります。スモールはこの丸いテールランプの外側が光りますね。そしてブレーキはそれが明るくなってハイマウントも光ります。そしてバックランプがちょうど中心側、そしてバックフォグは両方そのディフューザーのところですね。そしてウインカーはスモールの内側が光る感じです。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ではよろしくお願いします。お願いします。今回はせっかくの4人乗りということで、はい、カメラマンも参戦して、あ、いいですね、3人乗車でどうなのかっていうのもお届けしたいと思います。はい、なんかこのボディラインというかこの車の形でこのフェラーリサウンドが、しかも V12 のフェラーリサウンドがあるのがちょっとこう不思議な感じがするんですけど、僕。本当ですか？はい、なんかもっと平べったくてもスーパーっていう車から聞こえる音じゃないですか。ああ、確かにね、はい、そうですね。最近はね、もう12気筒モデルがみんなその FR だったり、はい、まあこの FF みたいに4駆だったりとかでしちゃってるんで、まあ、微妙ですけどね。なるほど。そういった意味では意外に静かですね。はい、はい、なのでマフラーは入れたくなっちゃいますよね。確かに。うん、そして、うん、乗り心地が意外にいいんですよ。はい、はい、ホイールベースが長いっていうのもありますし、なるほど、はい、車もそこそこ大きいですからね、はいはい、いいと思いますね。さすがに21、22だし、はい、まあ車フェラーリなんで、はい、まあ高級車みたいなそのふわふわした乗り心地じゃないですけど、うん、なんかもう全然乗れちゃうというか。そうですね。なんかこうバタついてるとかもうあからさまなスポーツカー、スーパーカーっていう感じではないですよね。ないですね。はい。そしてフロントガラスはやっぱりこうスポーツモデルに比べると全然視認性いいですね。うわー、うわー、速い。うん、トルクがすごいですね。そして助手席のこの高級感もすごい。FF。いや、いいですね、このパズルのカチッっていう音が。いいですよ。なんかね、こうハンドリングもすごく落ち着いてて。なるほど。はい。普通にこう走ってる分には四駆の違和感は今のところは感じないですね。結構そのフェラーリ初の四駆で、うん、ちょっとこう癖があるというか、ちょっと特徴的な車のトラクションというか。うん、はい。よく言われるみたいですけど、そういう感じは今のところ何とも感じないですね。まあ街乗りレベルじゃあれですかね。だと思いますね。その結構な加速とかコーナリングの時とか、っていうことだと思うんですけどね。なるほど。はい。いやこれ本当に普通にあれっすね、うん、オールマイティーに使えますね。普通に使えます。だからってこう、はい、面白さがないっていう車でもないですしね。だって本気を出したこのフェラーリサウンド660馬力じゃないですか。はい。これは新しいですね。ちょっとねとてつもないですよ。うん、新しいというか僕があんまり知らなかったです。はい。そうきたかっていう、うん、この後継が GT4 ルッソですか。そうです。でも続くっていうことはやっぱりこれが割と受け入れられてる、うん、そうだ、ニーズはあるんだと思いますね。はい。特に SUV がない代わり、うん、そうですね、はい、いやアイドリングの音はしっかり V12 っすね。はい、はい、おおおおおおっていう、うん、最近の V8 モデルにはない。そうですよね、確かにね。地響きのような。はい。なんかでもラフな感じもなく、すごく安定してますね。なるほど。これシートヒーターとかベンチレーションってこの側面ですか？そうです。で、ベンチレーションがこの横のところで目ですぐ見れる部分ですね。シートヒーターはちょっとスイッチのところになっちゃいますけど。なるほど。そしたら夏場も全然快適じゃないですか。快適ですよ。後ろ大丈夫？快適ですよ。これメモリーか。全然大丈夫でしょ。はい、意外とちゃんと乗れるよね。あ、これか。大丈夫そう。本当そんな感じだよ。デイトナシートがめっちゃいいですね。いいね。これはすごくいいと思います。おお、ちょっと若干四駆の本領を発揮しましたね。そうですね。でもなんかこう前がこう一生懸命回ってくれようとしてるんですけど、なんか FR のこう面白さが残ってる感じで僕は好きですね。今気づいたんですけど、これってなんですか？お、開けちゃいましたね。これなんですかこれ？パンドラの箱を。パンドラの箱なんですか。いや、そう。これ何入れるんですか。小物入れです。小物入れなんですか。はい、全く何も入らなそうな。はい。あ、で、これ、USB ですか、これ。あります。そこ。USB らしきものも。らしきものが。はい。あります。これ、本当に何入れるんですかね。もともと、そこにオプションで、なんでしたっけ、なんかこう。付けられるものもあって。へえ。だから。多分 USB だからミュージックプレイヤー入れるとか、ああそういうことなんですかね。はい。へえ。なんか普通に、はい、なんていうんですか、よくできたいい感じの車です。こうやって走ってると。そうっすね。はい。意外に本当に普通に乗れちゃうっすね。はい。なんかこうよいしょっていう感じがないですね。ないっすね、うん、なんか気負う感じがないです、はい、すごくいい感じです。いい意味で、うん、なんかスーパーカー、前ちょっとそのモータージャーナリストの人も言ってたんですけど、はい、なんかちょっとこうの乗らされてる感も、うん、そのスーパーカーとしては必要な部分でもあるっていう、うん、はい、あまりにもこう使い勝手が良すぎちゃったりとか、うん、こう意のままに操れちゃうと、うん、こうどうしてもそのスーパーカー感がない、多少その手に負えない感じとか、うん、こうまあ窮屈な感じとは言わないですけど。はい、はい、ちょっとこのよいしょっていう感じを残しとかないと。微妙ですよね、それも。ただやっぱりこういつも言うようにパワー感って恐怖感じゃないですか、ある意味。はいはい、その表裏一体なところがあるから、それを残しつつ自身の自制心で楽しむっていうのがスーパーカーなんでしょうね。なるほど。ある意味。でもしっかりこうフェラーリなところも残ってるし。そうですね。はい、速いから力があるから何キロ出してもいいってもんじゃないですからね、車は。中の高級感本当にいいですよ。レザーの質が本当にいいっすね。もうちょっとこうキシキシ言うのかと思ったんですけど、意外と静かですね。はい。いやびっくりですよ。本当いい感じですね。まあ、距離が個体として少ないっていうのもあって、傷んでる感じもないですし、すごくいいですね。本当にゲシゲシ言わないですね。言わないですね。だってこれだけ内装レザー使ってて、うん、しかもボディのタイプもこれシューティングブレークじゃないですか。そう。後ろの剛性取れないじゃないですか。そうですね。まあ下あれだけこうフロア持ち上げて繋いでるんで、うん、そこで剛性取ってるかもしれないですけど、うん、確かにギシギシミシミシ一切言わないですよね。言わないですよね。すごくいい感じですよね。静かな感じです。すごい、うん、なんかでも、はい、F12 とか、はい、当然新しいモデルで812のスーパーファストとかありますけど、なんですかこう例えばこう4人乗れて荷物も詰めて、はいはい、なんとなく普通にというか、はい、使えてって考えるとやっぱり FF の魅力ってこう再認識するというか、はい、なんか改めて、はい、あと一番大きい魅力って価格ですよね。ああなるほど。はい。で誰でもすぐポンと買える金額じゃないんでしょうけど元値から考えるとやっぱりこう。確かにこうパッケージを考えたらめちゃお買い得ですよね。いや相当お買い得だと思いますよ。エンジンが乗っかっててこの内装で、うん、はい、はい、めちゃお買い得ですよね。うんと思いますね。うわいいっすね。いやちょっとでもマフラーもちょっとね寂しいですよね、はい、ちょっとゾクゾクするサウンドにしたいです。そう、はい、やっぱりしたいですね。ちょっとこの遮音性も高いんでこう室内だとよりこう音が、うん、そう、うん、聞こえづらいですよね。聞こえづらいですね、うん、あれガラス2枚でしたよ。あ、そうなんだ。そうなのよ。合わせガラスなんですかこれ。そうなんですよ。へえ。本当だ。あ、窓開けるとちょうどいいですね。いいですね。窓開けるとね。はい。確かに合わせガラスだ。結構なプレミアム GT カーですね。ああ、ベンチレーションが気持ちいいです。うわあ。あ、ベンチレーション涼しい。涼しいでしょ。ベンチレーション。涼しいです。うん、気持ちいいです。あ、めっちゃ涼しい。背中もあれ背中も出てますよ。そう背中も。背中もめっちゃ涼しい。うん。え、これ快適ですね。快適です。ここにベンチレーションのスイッチが。うわうわ、これちょっと助手席と運転席全然感じ違うっすよ。え？どういうこと？なんかこう助手席は全然快適なこうちょっと高級 GT だなと思ったんですけど、うん、運転席乗ったらめちゃめちゃスポーツカーでした。そうっすか。はい。ただポジションは、うん、やっぱりちょっと改めて座って、うん、そんなにこうタイトじゃないし、うん、レーシーじゃないですね。そうですね。これでタイトでレーシーだったらちょっとこういう感じじゃないですね。ああ、それだとちょっとね普通に乗れるし、そう視点も高いんで、車の見た目と違っちゃうから。この長いボンネットでもこうちょっとこうなんかこう想像がつくんですよね。フェンダーの膨らみとここから見える、あ、その辺だなっていうのが。そうですそうです。なんとなくわかります。なんかもうスーパーカーとかって見えないじゃないですか。そうそう、全然見えないですよね。なんか車幅感覚とこの車の長さの感覚は、うん、このシートポジションがいい感じなんで捉えやすいです。わかりやすいですね、はい、ウインカーちょっと慣れないと、はい、僕ごときではスムーズに出せないです、はい、でもちょっと本当にこの辺は他の車と違いすぎて、うんうん、確かに、はい、慣れないとちょっと、うん、そうですね、はい、シフトこそこう、まあ、引いてこう一足入れて、うん、両方引いてニュートラルでしょっていうのは分かるんですけど、うん、すごいすごい、なんて言えばいいんですかね。本当にちょっとこのなんて言えばいいんですかね。はい。なんて何が言いたいのかわかんないんで。視点、この体の姿勢と、はい、この視点と、はい、車の感じがマッチしてないです。はい、どういうこと？なんかもっとこうあるべき車の。そう。はい。そうかな。でこういう形だから。まあそうなんですけど。うん。でも言われるより。助手席から見る視界と運転席から見る視界違うね。違いますね。うん、いやこれ本当です。もうちょっと本当にシートポジションが低かったらスーパーカー、まあスーパーカーなんですけど、うん、はい、もっとレーシーな車ですよ。うん、いやいいな。でで僕個人的にはこの車をスーパーカーって呼ぶのは抵抗あるんですけど、あー GT カーの GT カーだと思いますね、どっちかっていうと。でもなんかこの車の感じ、この血を払うようなこの感じはなんかちょっとスーパーな感じも感じますけど、これスポーツなんですね。今スポーツになってます。コンフォート、はい。なんかでも、はい、4駆で、はい、例えば2ドアでクーペで、はい、エンジン大きくて、はい、パワーがあってって、そこだけこう考えるとなんとなくベントレーのコンチネンタル GT とかに近いとは言わないんですけど、なんかこう、なんかそういう雰囲気もありつつと。はい、なんとなく僕の中では思ってるんで、メーカーとしては当然スーパーカーのメーカーですけど、車の位置づけ的にはスーパーカーというよりもこう GT カー、プレミアム GT カーというんですかね、こう贅沢な革をふんだんに使ったりとかっていうイメージがありますね。で、待ってください、ウィンカーを考えないとウィンカーが出せないです、はい、そう、手を置いとかないからだよ。置いとけばいいです。そうそうそういや、これはでも運転できないですよ。できるよ。そう、握っちゃうからダメだ。ハンドルって握っちゃダメなんだよ。添えるだけ。そうだよ、はい、それで親指でウインカー出したりクラクション鳴らしたり。いやいやいや、こうですよでもレバーはもう右と左よく間違えるのに。そうだよね、それはあるよ。それはあるから、逆にこれはもう間違いようがないから、僕らにとっては嬉しいなと思いますよ。ああ、まあ確かに。そう、右ハンドル左ハンドル関係ないです。関係ないです。いや、ちょっと気使いますこれ。でもさ、なんかこうあれでしょ、アクセル踏んだ時のこのトルク感って、土覚えてないと思うけど、バンキッシュとかあの辺のトルク感になんか雰囲気が近いんですよ。なんかね、そう、なんていうのかな、こう分厚いこうトルクでドカンっていうんじゃなくて、なんかこうスワッと、そう、グワッと、なんか走り始めあれ穏やかだなと思いつつ、ものすごいトルクが襲ってくるみたいな、そんな感じがあります。でも使いやすいですね。いや、すごく乗りやすいです。ギクシャク感ないし、アクセルギクシャクする感じはないですね。ないですね。ウインカーだな。ウインカーの出し方がわかんないです。しょぼいね。しょぼい。いや、そう乗る機会ないじゃないですか。まあね。まあその改装とか、そのちょっと車を動かしたりとかってちょっと動かすのあるんですけど。ウインカーだってそんなに出さないじゃないですか。そうだよね。ブーンと走らない、はい、車線変更して曲がってあっちでってやらないもんね。いや、意外にでも本当に、普通に乗れちゃいます僕ね。でもなんかこの剛性感とか、なんかこのこれすごいでしょ。はい、すごいっす。普通ちょっとね、こんだけルーフ長いから緩くなってもおかしくないんですけど、しっかりしてるんですよね。だってここ割と道悪いですけど、本当にギシギシ言わないし、はい、もう皆無かったら嘘です。皆無になっていうのは嘘ですけど、はい、想像してる以上にはるかにしないですね、このきしみを。しないです、全然しないです。土、はい、こんな狭い道普通に電柱、あ、そうっすね、そうっすね、いけるでしょ。なんか、はい、あ、想像した通りの大きさわーってなんないですね。そう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 、はい、確かにそれ今言われて気がつきました、なんか普通になんとなく想像できる。でも、車自体は言ってしまうと緊張しちゃうけど、でかいじゃないですか、幅が。でかいっすけど普通に乗れました。確かにそう言われれば、全然違和感なく乗れちゃうと思います。幅どんくらいでしょう。190いくつだっけ、6とか7とかだったかな。190、2メーター近いんじゃん。もう普通のなんかもっと大きいセダンとかだったらもっと気遣いますよね、この道だったら。なんか分かりづらくてさ、あれそっち大丈夫ですか、そう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 なりますよね。それがほとんどないので。確かに、ある程度価格が落ちてきて、そこでこう安定しちゃってる今状況なんですよ。だからこっからの落ち幅ってすごく少ないんじゃないかなって僕らは想像してますけどね。普通にメルセデスとか BMW、アウディなんかでこの価格帯だとやっぱりグワッてこう下がっちゃいますよね。はい、よくできてるなフェラーリ。なんかちょっとそういうのも考えて、なんかそのブランディングというかそのしてるんですよね。そうですね。その台数その作らないのとか。はい、毎回言ってるけど、この動かないパドルってどうなのかなって、どっちがいいんですかね。ああ確かにそうですね、そう言われると、うん、動くやつとフェラーリ動かないんですよね。動かないです。この辺も考え方全然違いますよね、うん、ハンドルについてくるのもあれば、うん、アルピナみたいにボタンのもあれば。そうですね、僕ごときじゃこの四駆の恩恵は分かんないですけど。そうですか。どういうこう介入をしてるのか僕ちょっと分かんないんですけど、はい、後ろがちょっと後ろがこう食ってないなって思った時に、はい、前の食い方がなんかすごくさっき遅かった気がして。ああなるほど。なんか FR 感を残してるんですかね。そんな気がします。藤川さん毎回聞いてるんですけど、はい、これもし何か触るとすればおすすめメニューは何かありますか？おすすめメニューは基本で抑えるのはやっぱりナビゲーションをどうにかしたい。はい。っていうのと、あとマフラーですね。せっかくのフェラーリ12人なんでバチッとマフラーを入れてほしいなっていうのはありますけど、まあ、そこまでじゃない方は EBM でも。なるほど。はい、純正だとなんかモードに関係なく、うん、はい、低回転を必ずしまってるような、そうですね、そういう動きなんで、はい、まあ、V12 サウンドの本領発揮をこう常にしたい方は、うん、はい、マフラー触るか、はい、まあ、コントロールするユニットをつけていただければ、はい、そうですね、そういったこともできますので、はい、まあ、お気軽にご相談ください。はい、はい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりフェラーリ FF をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。